って不景気公式なんていらない好きな回答が欲しいそういう気に毎日まみれて不安でしょそんな目で気にしないでハッピーエンドの小説みたいで素敵じゃない好きな回答が欲しいそういう気に毎日まみれて不安でしょ好きな歌なら歌いたい欲しいものなら全部待ってると思ってたけど足りない私の想像を超えてああ